久しぶりです。冒頭でいきなり感じちゃったけど、お久しぶりです。一体誰がこの音声を聞いてくれてるのかわかんないですけど、もしかしたら僕の身近な人に押し付けてるかもしれないですし、どっかの SNS やら前にポンって投げてるかもしれないですし、はたまた未来の俺が聞いているかもしれない。その皆様に向かって、こんばんは。今日は2021年8月4日4日ですね。4日、10時16分10時にとって10時半にはね、もうお皿洗いとかも済ませて寝ようと思ったんだけど、さっきまでこう5、6分ぐらいバーッと喋ってたんだけど、マイクがそのラジオとかいつも撮ってる USB でつないでマイクじゃなくてヘッドホンのマイクで喋っちゃってて、ああとんだ事故をしてしまったなとなって今喋り直してるって感じです。今回の台本はないのですごいつまらないおしゃべりになってしまいますし、ただただ近況報告だったり今日考えたこととか、なんかそういうレベルのことしか喋れない、なんとなく撮りたいなと思ったね。撮ります、撮ってます。もし初めて聞いてくださってる方がいたとしたら、一応その方に向けて簡単なとても簡単なやつを紹介させていただきます。今年新社会人になりました。オダロっていう名前のオスの人間です。大学では一応心理学部に入っていまして、ただそこから大学院には進まずに大学を出てね、社会に飛び出ちゃったっていう、学問的にはものすごいペーペーな野郎でございます。最近興味あるのは、まあそうです、機能的文脈主義っていう哲学、科学哲学っていう、そういう主義がいっぱいこう心理学の世界でもホニャララ主義みたいな、そういう流派みたいなのを使いました。その中でもこう僕は機能的文脈主義っていうね、なんかそういう流派が好きで、それについていっぱい最近は仕事しながらボケーと考えてます。先月か半そうですね、ちょうど1ヶ月前ぐらいまでなんか鬼のように忙しくて、会社に10時ぐらいまでこもってたりしてるんですけど、最近はもうすごい暇で、夕方日が暮れる前には帰ってこれる、そんな生活してます。ありがたいですね。ありがたいのかな、まあそうなんです。最近はそうだな、今日ノートを書いて、久しぶりにノートを書きまして、最近の僕が考えてることって一体何なんだろうな、なんか頭の中でこうぼやぼやって考えて、ずっと考えてるんですけど、なかなかこう手動かすスピードも遅いですし、その遅い手動かすのが遅い間にいろんなことを考えたことだったり、思ってたことがポロポロポロってこぼれていっちゃってるような感覚だったので、これはあかんと、一回書かなあかんっていうので、こうノートにダーンって書いたっていう姿勢です。だから書いてる内容的には、なんかいやお前なんか前とあんま変わってないぞっていうようなことだと思うんだけど、なんかそれ以前のノートとかで書いてたことではまだちょっとふわふわしてたりとか、なんか言葉が足らんかったこととか、具体的にまあこういうことしたいけどここからどう進めば分かんないなーみたいなぼやーってした状態から、ちょっとだけなんか世界がクリアになってきてるというか、何に興味があって何をどうしていきたいかみたいなのが具体的にちょっとは見えてきたかなっていうので、じゃあ書き留めようというのでノート書かせていただきました。まあもしかすると僕のお気に入りというか、僕の好きな人にこうこれ読んでとか、このラジオ聞いてとかいう風に勝手に投げてるかもしれないし、僕の好きな SNS にポンと放り投げて、ほら読め、ほら聞けって言ってかもしれないので、まあ、もしそれで読んで聞いてくださってる物好きな方がいらっしゃいましたら、まあ本当にありがとうございます。で、ありがとうございます。こんなペーペーですけどね。一応言葉でも喋っておきたいんだけど、なんだろうな、最近思ってるのはなんか人の進化の産物にどう抗うかみたいなことをこうかこつけていく
考えたりしてて、その人の進化の産物っていうのは例えば認知だったり思考だったり感情だったり、あとストレス反応とか、あとコミュニケーションとか、なんかメディアとか、なんかそういうのもろもろですね。なんか人の科学技術っていう意味での進化もそうですし、生物学的なそのホモサピエンス時代とかからブーンって進化してきた人間っていう生物に対しての進化だったり、それ両方含めた上でのその人間の進化の産物って僕は考えてはいるんですけど、なんだろうな、例えば思考で取ったら、自分がこう頭の中でこう何か不安になったりとか怒りの感情を持ったりとかする対象が現実なのか、果たしてそれは思考の中で生まれただけのものなのかが区別つかなくなったりとか、なんだろうな、湧き上がってくる思考をなんとかこう変えようとか抑え込もうってすればするほど、じゃあ果たしてその思考はなくなっていくのか。ネガティブな人が鏡に向かってポジティブな言葉を朝投げかけようとか言ってるけど、それ何年間言い続けてるんですかとか、それで果たしてあなたはポジティブになりましたか、そもそもポジティブになることっていいことなんですかみたいなとか、感情で言ったらその毎日こう嫌な感情っていうのはどうしても巡り合うっていうか、僕も会社で新卒のくせに生意気なと思うかもしれないですけど、会社でも何回もイライラしてますし、そのたんびにこうもうなんかあーみたいな、蹴っ飛ばしてやりてーみたいなことを思ったりするんですけど、まあそのたびにあーなんか相手に対する理解が足らんかったなとか、この人はこういう風に考えてたんだろうなとかっていうのをこう後で考えて、なんかオフィスの隅っこで体育座りをしているようなやつでございます。なんかそういう風に嫌な感情とかこう毎日経験するけど、その感情って一体じゃあどうやって発達してきたのか、何のためにその感情があるのかとか、その感情をこう無理やり抑え込んだりとか、それを良くないって言ってこうなんかポジティブ感情ばっかりを求めてしまうのは果たしてどうなのかとか、もっといい感情との付き合い方ってないのかとか、なんかあとは認知で言うと、人ってその物事だったりとか自分の頭の中対頭の外の世界って考えると、自分の頭の外の世界をこう自分なりにこう解釈し直して構築した世界の中に住んでいると思ってて、例えばこうそこに歩いてるおばあちゃんに対しても、ある人の世界っていうか、ある人の頭の中からしたらそれは近所のおばあちゃんかもしれないし、別の人からしたら自分の親を殺したら憎き殺人鬼だったりするわけですよ。なんかそういう風になんか同じ3次元のその事象を眺めていても、それぞれそれをどう見なしているかだったり、例えば仕事一つとってもその仕事の役割って人それぞれで、お金のために働いてるっていう人もいれば、やりがいのためにって言ってる人もいるし、家族のためって言ってる人もいれば、なんとなくっていう人もいるし、まあ、そういうふうにそのなんか人って多分物事に対してこう自分で解釈し直した世界に住んでると思うんですけど、じゃあその解釈だったり世界観の構築って一体じゃあどうやって進んでいくのか、どういうふうに人って学習を進めていくのかだったり、それが理解し、なんかお互いに歩み寄りが足りずに自分の世界からでしか物事を見ずにとか、物を言えない状況だからこそ起こっちゃう争いとか衝突って何なんだろうな、それを解決するのはなんか当人の話以外でなんかこう無理せず自然とできる文脈って作れないかなとか、なんかそういうことを思いやり考えております。で最近はちょっとその先月ぐらいまで忙しかったっていうのもありますし、なんかただただ俺のやる気がなかったっていうのもあって、全然なんか新しいこと勉強しようとか本読もう論文読もうっていう気には全くなってなかったんですけど、最近ちょっとずつこう新しいのに手をつけ始めてきて、じゃあ人のその世界観の構築の仕方だったりとか、その学習の仕方についてとかから今は手をつけていって、ゆくゆくはなんかなんだろうな、僕たちが今こうやって生きてる3次元世界とはまた別の、もう全て別の文脈をごっそり作った世界みたいなものを作ってしまいたいなっていう。じゃあなんかこれがまたすごいふわっとしてるんだけど、それって何って言われると具体的に言えないですし、なんかこうよくわかんないんですけど、例えばじゃあそれが今僕が、ね、作ってる秘密基地だったりとかするのかな、その秘密基地のスラックとかに入って、そこで
いろんなものを捉え直していったら出ていく頃にはまたちょっと違う見え方ができてるみたいな、それをやっていきたいなっていうのをなんかかれこれ1年ぐらい言ってる気がするけど、果たして俺は前に進んでいるのか後退しているのか分かんないなという次第でございます。でもしこれをね、なんか僕が勝手に作ったメゾンコモレビっていうスラックちゃんの方がもし聞いてる説明とかそういうのに興味がもしいらっしゃったらですね、もう本当に最近何にもできてないですし、何をすればいいのかも正直僕もよく分かってなくて、こっちからはなんか、はい論文読みました、はい本読みました、こういうことが書いてありました、こういうのがいいらしいですよっていう、なんかそういうなんか今までそういうのをこう長文にして一方的に送りつけるっていうよくわからないことをしてしまっていて、それをしながらも自分は果たしてこれ何のためにやってんのかなみたいな風に考えたりして、なんかもどかしいなと思ってたんですけど、どうしようかな、未だにその答えは見つかってませんけれども、ある意味こういう人の声をなんか音声として一旦乗っけてみるっていうのも新しい試みの一つだったりとか、なんかメディアはメディアで別に作ってしまって、そのメディアにはその興味のある人だけだったりとか、なんかあくまでこう受け取る受け取らないっていうのをもっとこう皆さんの自由意志みたいなものを持たせたくて、もしそれでやってもなんか母を管理人がいろいろモニョモニョやってるから一緒にやってみたいなと思った人だけやれるとか、なんかそういうもうちょっとね、なんか別の形作りたいなと思ってます。最近なんだろう、自分に対するその介入みたいなのもちょくちょくやってて、直近で言うと毎日 4,50 分瞑想したりとか、あとはじゃあ自分で価値観大事とか言うけど価値観よく分かってなかったなと思って、一日バーってかけてまた価値観見直して、一応それを就活の用語で自己分析とかって言うんですけど、なんか僕がやった自己分析はあくまで相手の受けの良さそうな言葉を自分のここから探し集めて勝手に別のストーリーを練り上げるみたいな作業をして、えらいひどくね疲れてる作業ではあったんですけど、それとはまた別で、じゃあなんかもっとざっくりしたこう具体的に誰かに説明するためのものじゃなくて、毎日の行動に対してこう方向性を持たせるみたいな意味の価値観ってなんだろうなっていうので1日かけてベーってしました。そんな感じですね、この最近は。なのでまあこれから何をしていくのかもよくわかんないですし、今日こうやって話しておいてまた1ヶ月後ぐらいに何も進んでいないとかっていうのも十分あり得るとは思うんですけど、まあ、見守っている方がいらっしゃるとしたら、まあゆっくり見守っていただいて、まあ、もしそれがいなくても未来の俺に対してね、今の俺はこんなことを思ってるよ、喋ってるよみたいなことが伝えられたらとりあえずまあいいかなって感じです。まあ、そんなことで、まあ13分ぐらい経っちゃったんで、もう今日は皿洗いもサボって寝てやろうと思います。じゃあ皆さんおやすみなさい、お疲れ様でした、バイバイ。Thank you.